見事ステージインパクト号で優勝いたしました五十嵐史幸騎手でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ゴール前五十嵐ジョッキー大変な、五十嵐ジョッキーらしいといえばらしい追い込みだったんですけれども、あのあたりの気分はいかがだったんでしょう。そうですね、もうなかなかかわせなかったので、もう無我夢中で通りました。さあ、同駅伝、本当に五十嵐ジョッキー数を勝ってますが、連覇でございます。この連覇というのもまた一味違うんじゃないかという気がするんですが。そうですね、連覇っていうのはね初めてですけど、そういういい馬のね騎乗をいただいたということで、本当に期待に応えられて本当にありがたいと思ってます。さあ、レースについて少し伺いたいんですが、レース前どちらかというと人気としてはダークホース的な扱いだったと思うんです。そのあたり五十嵐ジョッキーとしてはレース前のなんというか気分といいますか、望む気持ちというのはいかがだったんでしょう。そうですね、僕としては非常に一発があると思って勝ちを意識して乗ってました。スタートしてからの道中などはレース前の思い描いていた通りだったんでしょうか。位置取り的にはもう全然考えてなかったです。周りの出方と流れ一つで、もうあと折り合い一つと思ってたんですけど、2コーナーあたりで、相当ペースが落ちてきたので、その辺だけちょっと波取ってしまったんですけど、あとはスムーズにいけたので良かったです。4コーナーから直線にかけて勝ち馬のオーラが出てました。いや、それは分かんないですけど、なかなかやっぱり親子オーダーが前にいますしね、ドラゴンヘアルは後ろにいますんで、なかなか僕もどこで動いていいかっていう判断になかなか苦労しましたけどね。でも最後繰り返しになりますが、あの追い方は五十嵐ジョッキーのとにかく前へ前へという気持ちが出ていたと思います。いえ、もうね、本当若い時みたいにきちっと会えないでね、頑張りたいと思います。いや、それにしても今年1年を締めくくる同駅伝中央の勝利もありました。本当に今年五十嵐ジョッキー北海道競馬の第一人者らしい活躍だったなと思います。今後というのもね、来シーズンに向けてというところもあるんですけれども、ファンの皆様に一言いただけますか。そうですね、今年本当に数こそそんなに乗ってませんけど、受賞をね5つ取らせていただき、中央でも勝たせていただき、本当にいい馬に巡り合えて本当に幸せだと思ってます。またね、今週の日曜日に龍の雪菜という馬が福島で走りますので、その辺の応援もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。